田祐馬ハートヒートホップ。皆さんこんばんは、内田祐馬です。内田祐馬ハートヒートホップ125回目ということで、収録日的にも振り返公演無事終了いたしました。本当に、ご来場いただいた皆様本当にありがとうございました。というわけでね、本日は皆さんからメールたくさん届いておりますので、ご紹介していきたいなと思っているところでございます。いやまあでもですね、この収録もまああの終わって、数日経ってですね、それでもまだまだ、ライブの熱冷めやらぬっていうところなんで、皆さんとその熱ね共有していけたらいいななんて思いますよ。さあそれはそろそろ始めていきましょう。今夜も30分、ハーライドハップ。内田祐馬ハートヒートホップ。この番組はキングレコードの提供でお送りします。内田祐馬ハートヒートホップ。改めまして、内田祐馬です。さあまずはですね、アーティスト関係のお知らせを皆様にお伝えしたいと思います。というわけで、6ヶ月連続配信第4弾ジョイフルが8月30日の水曜日配信決定しました。わいわいわい。11月29日にリリースのサードアルバム Y のリード曲としても収録されますということで、アルバム発売は11月なんですが、この8月の陽気な頃合いにですね、このリード曲を先に皆様にお届けすると、非常にハッピーな、ね、楽曲になってますので、こちら楽しみにしていただければと思います。そして、目覚ましテレビ30周年フェスというものに私内田祐馬出演させていただきます。こちら10月15日の日曜日、会場は札幌文化芸術劇場ひたるにて行われますと。北海道ですね。はい、札幌、はい、めちゃくちゃ楽しみでございます。出演者は、フランプール、ジェネレーションズフロムエクザイルトライブ、そして内田祐馬というわけでですね、フランプールさんもジェネレーションズさんも初めてねご一緒させていただくことということで、あの何でしょう、内田も今読んでて思ったんですけど、なんだこの並びって異文化交流だな、すごいって言って、あのめちゃくちゃ楽しみ半分ドキドキ半分ということで、非常にどんなね一日になるのかワクワクって感じでございます。ぜひですね、めちゃくちゃ光栄なこの目覚ましテレビさんの30周年のお祝いというところで、私内田祐馬参加させていただくの非常に光栄でございます。ぜひ皆さん北海道ね、10月15日遊びに来てくださいます。よろしくお願いいたします。チケット一時選考が受付中となっております。よろしくお願いします。そしてお台場超次元音楽祭真夏の冒険をライブがですね、先日、ライブのね終わった次の日に、やらせていただいたんですけども、そちらの地上波オンエア、フジテレビにて9月24日日曜日24時30分から、オンエアされるということでございます。ぜひとも皆さん見てください。私この日、トークパートがですね2分割されていたんですけど、前半のトークパートが終わりで、私ライブしてですね、そのまま飛び出しで、別件のアフレコがね普通に入ってたもんでアフレコに行ったんですけど、後半のトークパート私も全然何が起きたのか知らないので、どんな感じだったのかね、ちょっとオンエアで見るの楽しみだなとか、そんな風に思っております。ぜひですね皆さん、9月の24日の24時30分からは超次元音楽祭、ぜひ見てください。さあというわけで、今回の幕張ライブですけども、情報が出ております。今回のデイ2、幕張ライブデイ2の模様ですね、こちらレミノさん、元 DTB さんですね、こちらで配信しております。でこのラジオ聞いてくださっている方は、これからの人もいたり、もう聞いたよって人もいるかもしれないんですけど、同時視聴会を、やって
やります、やってました、はい、というところで、20日のね、20日の方でやってましたよっていうところでね、参加してくださった方ありがとうございますというところなんですけども、こちらのレミノさんのデイ2の模様はですね、なんと本編とは別アングルで捉えたライブ映像、ワンショットアングルが特典として、収録されるということでね、ちょっとまた全然違う画角でというか、まあいろんなカメラがね結構入ってたんで、その中から、こうピックアップしてるということで、内田も結構これに関してはどんな映像になるのかっていうのをちょっと楽しみに、しているところでございますので、皆様ぜひとも、レミノさんでねデイ2の模様を配信でもご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。でライブグッズ事後通販受付中でございます。8月27日の日曜日23時59分までとなっておりますので、皆さんチェックの方よろしくお願いしますね。さあというわけで、ここで1曲おかけいたしましょう。内田祐馬でワンラブワン。さあというわけでお聞きいただいたのは内田祐馬でワンラブワンでした。さあそれではここからはリスナーの皆さんのお便りご紹介してまいりましょう。ラジオネームチェイカさんからいただきました。祐馬くん、スタッフの皆さん、こんばんは。祐馬うちゃライブツアー2023キーピンステップウィズ幕張公演に両日参加させていただきました。声出しが解禁になり、一緒に歌えてこれまで以上に一体感があり、本当に楽しい時間でした。特にどの内田祐馬もインパクトが残っていると思いますが、2日目の頑張る馬の鳴き声でのウェーブは最高でした。後ろの画面に頑張る馬が浮かび上がった時は少し狂気を感じました。これからも頑張る馬をどんどん押し出していってほしいです。頑張る馬グッズ待ってます。また2日目は2階席でしたが、ジャーニーで祐馬くんが来てくれて近くで一緒に歌えたのが嬉しすぎました。近くで見る祐馬くんは色白でキラキラしていて、オーラがすごくてまさにスターでした。圧倒されました。ちなみにとても色白だと感じたのですが、今回はノーメイクだったのでしょうか。ノーメイクではありません。最後にアーティスト活動5周年ということで本当におめでとうございます。祐馬くんが言っていたように、ここからさらに10年20年と歌い続けていってくれることを願っています。還暦までついていく所存です。これからもお体に気をつけて頑張ってください。長文失礼いたしました。ありがとうございます。さあというわけで、もう一通読みましょうかね。グミさんからいただきました。ゆうまくん、スタッフさん、こんばんは。いつも楽しく会長させていただいています。キーピンステップイズ感想お疲れでした。たくさん参加させていただいたのですが、初日の新潟から最後の幕張公演まで全部楽しくて幸せであっという間でした。今は終わってしまったことの寂しさに暮れていますが、終わったということはまた新しい機会が来るのかなって思うようにしています。私は毎回北海道からの遠征だったので、たくさんガンブル馬を連れて飛行機に乗れました。毎回乗るたびに飛行機とガンブル馬の写真を撮っていたので、見返すたびに新潟はこうだったなとか、名古屋の時飛行機遅れたなとかも思い出せて楽しいです。美味しいものたくさんあるので、今度はぜひ北海道に、まだまだ暑い季節が続くと思いますので、お体を大事に、これからも活躍、お楽しみにしていますといただいています。などなどありがとうございます。さらに、あーちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。
ゆうまくんスタッフ皆さんこんばんは。キーピンステップウィズ無事にツアー感想お疲れ様でした。地方のホール公演はゆうまくんが近くに感じて見やすく、ライブの楽しさと盛り上がりがいつもよりダイレクトに感じました。ファイナルの幕張はツアーの集大成ということもあり、ゆうまくん、内ダンサーズ、内バンダーズ、チーム内タイマー、内テーマたちの団結力を感じた公演でした。どの公演もゆうまくんは後ろの方、端の方まで手を振って挨拶しているのを見て、以前ゆうまくんが誰一人置いていきませんと言っていた言葉が頭の中に浮かんで、それを目の当たりにして改めて内田ゆまでよかったなと思いました。2回目のファンクラブイベントも決定して2024年の楽しみが増えました。ありがとうございます。これからも新たな内田ゆまが見れることを楽しみに、全力で内田ゆまを楽しみます。 PS チーム内田ゆまのサプライズかっこいたずらが毎回グレードアップしてて次回も期待していますといただいてます。ありがとう。さらにリラさんからいただきました。ゆうまくん、スタッフの皆さんこんばんは。いつも楽しく会場しております。キプステ幕張 2days も無事終わり、ついに完走お疲れ様でした。幕張ではバンド演奏もあり、終始迫力満点。生演奏のスピン、あ、ルーレット、あれは反則ですよ。かっこよすぎて頑張る馬泣きが出てしまいました。ふわー。 MC では内ダンサーズのボケやモニターに現れた頑張る馬に翻弄されまくっていましたね。そしてなんといっても初披露のワンラブワン、MV を見た時も感動しましたが、たくさんの内田馬が集まるあの空間での生歌は別格ですね。1日目は涙で前が見えず、2日目こそはこの目に焼き付ければと思いましたが耐えられず涙。ゆうまくんは何回もありがとうと言ってくださいますが、こちらこそ何度言っても足りないくらい感謝の気持ちでいっぱいです。ゆうまくんへのありがとうの気持ちが伝わるように、内田馬として頑張る馬として全力で応援し続けますので、これからも一緒に音楽で遊ばせてくださいね。改めまして、ゆうまくんをはじめ内ダンサーズ、内バンダーズ、ライブを作り上げてくれたスタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。最高の時間をありがとうといただいております。ありがとうございます。さらにモーさんからいただきました。ゆうまくん、スタッフ皆さん、いつも楽しく会長しています。ゆうまくん、キーピンステップウィズ幕張公演お疲れ様でした。私は2日間行かせていただきました。私は1日目は2階席の方から見ていたのですが、2回目の幕開けの時にまさか2階席に来るとは思っていなかったので、一瞬何が起こったのか分かりませんでした。そのままゆうまくんが近づくのが見えて、全力でペンライトを振っていました。そしてゆうまくんが私の目の前を通り過ぎていく時に、ゆうまくんと目が合いました。私の勘違いかもしれませんが、まさかあんなに近くで見れると思っていなかったので本当に嬉しかったです。ゆうまくん、素敵なサプライズありがとうございました。そして2日目は私の念願のフーアウェーブができて、めちゃくちゃテンションが上がりました。しかも頑張る馬の顔が幕開の画面に出ていたのはシュールでした。私はライブでの声出しは初めてだったので、会場の内田ゆまさんと歌うのはとても楽しかったです。ライブならではの曲のアレンジも生感があって感動しました。ゆうまくんの歌の入りを間違えるところもライブだなと思いました。ゆうまくん、キーピンステップウィズツアー感想お疲れ様でした。そしてファンクラブ2回目のイベント決定おめでとうございます。これからもお体に気をつけてお過ごしください。応援していますと一応いただいております。ありがとうございます。さらに、本当にたくさんの皆さんからのお便りいただいております。皆さん読ませていただいております。本当にありがとうございます。というわけで、キーピンステップウィズ全ての公演が終了したということで、いやー本当に無事に終わってよかったというほっとした気持ちがもうめちゃくちゃあるのと同時に、まあめちゃくちゃ楽しかったなと振り返って思う公演だったなというふうに思います。まあ幕張公演は今回はですね、まあ幕張バンドのメンバーを皆さんですね、お呼びして作るということを、まあ、振り返りの前にお話ししていてですね、で、まあ、ちょっと振り返りになってしまったことで、参加が難しくなってしまったメンバーもいる中で、そのメンバーの演奏をですね、先に、バンドメンバーですね、バンドメンバーの演奏を先に収録して、その音とともにライブを構成するといったことだったり、みんなでこう、まあ、こうここまで繋いできたツアーをしっかり最後までね、チームとして、繋いで作ろうっていう、そういう気持ちで、最後まで、やろうって、なって作っていったので、だから本当にね、走り切れて本当に良かったなと思うと同時に本当にほっとしているというところでございます。でですね、まあ、今回そのやっぱり今までのツアーとはツアーの中ではできなかった演出というか、幕張でしかしてない演出とかもあって、その中でまあジャーニーとかは2階席から登場をするという演出を入れさせていただきました。
まあ、結構ねやっぱイベントホールって会場広いのでまあすごい見やすい会場だとは思うんですけど、皆さんアリーナ型っていうんですかね、はい、席からのね会場のその形的に、まあ前の人の、まあ、身長差とかはもちろんあるんで、それはもう致し方なしな部分であるんですけど、例えばこう作りとしてはわりかしこう見やすい、斜めになってステージをこう見下ろすような形で見れるっていうのはあるんですけど、まあ、距離感はねかなり奥行きがあるんで、割と後ろの方の皆様の元でもね音楽届け、って近いところでね音楽届けるっていうことで、行かせていただきました。で今回そのツアーの中でいろいろなものをいろいろなことを試してねやろうと思ってたんですよ。でご当地ネタみたいなのを一個ツアーの中でやろうかなって思ってたんですよね。でその中で生まれたのが馬鳴きっていうその風話が生まれたんですけど、風話が生まれて、まあ、この会場だけで風話しようかなとか思ってたんですけど、思ったよりその頑張る馬の鳴き声はなんか楽しかったっていう声が届いたんでまあせっかくだったらじゃあ他の会場でもやるかっつって、スライも来てたし頑張る馬から毎公演毎公演毎公演そうだよ頑張る馬泣いてたんだから本当にまあいいやとか言ってそんなわけで、今回会場マカレの公演でもやりました。そして、まあ風話のウェーブをね今回は入れて、2日目にねやらせていただいたと。でも風話のウェーブはすごいいい感じでした。やっぱ広い会場でやるとよりねウェーブの効果がはっきり出るという、ちょっとまた何か考えたいなとか思いますけど、キーピンステップウィズではね風話やってましたけどね、次のライブツアーがあるとしたらその時風話があるのかどうか、ちょっと定番にするべきか否か私もまだ何も迷っていますちょっと皆さんどうなるか楽しみにしていただきたいななんて、思っておりますけども、そうあとねそうなんですよ、そのトークをしてる時に僕の後ろの画面に頑張る馬の顔が急にさってインサートしてきて、でも僕本当聞いてなかったわけですよ、頑張る馬の素材があるっていう話を何それみたいな、そんな素材があるの知らないし急に出てくるの怖いし何これとか言って言ってたんだけど、後で後ろに行って話聞いたら、なんかその直前に新井さんから素材をねその舞台チームに渡されて、これよろしくみたいなえみたいなこれで、まあ、トークがあることはね見てるからずっとツアーで、だからタイミングで出すんだなっつって、なんかいろんなパターンの出し方をめっちゃ練習したらしいな本番前に一番練習しましたって言ったのねなんかそんなとこ練習してたんだって思いましたね、そんなね映像チームの努力もね、ございましたけど、いろんなねことを仕込んでくれるね本当チームでございますよ、はい。まあ、ツアーのね舞台チームライブ制作チームも今回ツアーね、まあ、今までもねずっと一緒にやってくださってるチームなんですけど、ツアーっていうことでやっぱ週にね1回、毎週だったんで今回のツアーはね、そういう短いスパンで一緒にライブを作って、重ねてですね幕張公演までたどり着くことができたという、やっぱそういう風にみんなとねやっぱ作り上げていくってことはやっぱりね絆にも生まれてくるし、よりねなんかチーム力高まったなと思う、今回のライブツアーだったななんてねそんなことを思いました。でねやっぱねその団結力という意味ではやっぱりね本当にそれはもうチーム内田今もそうだし、お客さんとねやっぱ一緒に作ってきたライブツアーだなっていうこともすごく感じるんですよね。でやっぱ最初新潟始まった時もうこういうのをやってみようかなやってみようかなっていうのもやっぱ手探り状態で、でお客さんも多分どうやって盛り上がろうかっていうのを一緒に最初考えてくれて、でそこからだんだんここは歌おうとかここは声出そうみたいなのが決まってきたというか、なんとなくこう生まれてきて、
で広島まで走り切って、それがすごいかなり熟成されたような感じがしてきて、そこでねやっぱ振り替えをになって、しまって、で僕の中でもやっぱりこう1ヶ月半ぐらいの間がある中で、やっぱあの自分のねパフォーマンスはやっぱもっと上げて、うん、6月よりも上げて持ってきたいなって思うと同時に、やっぱね、みんながねやっぱそれだけ1ヶ月半っていう間でね、やっぱすごい長い時間じゃないですか。その時間の中で、やっぱこうつないできたものってもう一回みんなと一緒に、つなぎ直して、最後のツアー作るぞって、作らなくてはとか、僕らがねそういう提案をしていかなきゃってすごいこう思っていたんですけど、実際会場当日行ったら、そういうみんながこうツアーで紡いできたものみたいなのをしっかり、持ち寄って参加してくださっていて、だから僕はもうすごいそういう意味で、あ、めちゃくちゃみんなに助けられたし、みんなこうそれをこう忘れずにこんな長い期間持ち続けてくれてたんだなって思って、すごく、ああもう助けられたし、みんなと一緒に本当に作ってき、たあライブだったんだなっていうのを本当に改めて幕張公演でねめちゃくちゃ実感しました。本当にね、そうあーちゃんさん言ってくれてますけどね、僕が誰一人置いていきませんなんてね内田言っていましたけど、もうというよりかみんなに内田引っ張り上げてもらってここに来てるなという、本当にそういう気持ちがめちゃくちゃしました。もうみんなに支えられここまで来て、そしてねこれからもまたねちょっとまたみんなと楽しい音楽、楽しいライブを作れるように、そういう機会をねまた作れるようにねちょっと頑張らなきゃいけないなというふうに思います。ねグビさん北海道から来てくださってたということですけど、私一代はねまずは目覚ましライブさんで、10月に北海道行かせていただきますけども、まあ、内田雄馬のライブとしてもね今回まだ行けてない、場所にも行きたいなと思うんで、内田雄馬のライブとしても北海道、ぜひ行きたいなとか思いますし、いろんなとこまだまだ行きたいとこはねたくさんあるんで、各地のね、内田雄馬の皆様、内田雄馬になりかけの皆様皆さんにお会いしに行ってね一緒に音楽やりたいなと思ってますんで、ぜひ引き続き内田雄馬よろしくお願いします。これからも頑張っていきます、よろしくお願いします。さあというわけでたくさんのお便りありがとうございました。引き続きリスナーの皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先はゆうま @joqr.net です。内田雄馬ハートヒートハップ、お送りしてきました内田雄馬ハートヒートホップ、今夜もそろそろ日焼けすお時間になってしまいました。さて番組ではリスナーのあなたからのお便りをお待ちしております。宛先はおはがきの場合郵便番号 105-8000 に文化放送内田雄馬ハートヒートホップまで、メールの場合はすべて小文字で yuma@joqr.net yuma@joqr.net、 ユーマの綴りは yuma です。メールを読まれた方の中から毎週1名様にはハートヒートホップのステッカーをお送りしますので、必ず住所氏名郵便番号も明記の上お便り送ってきてくださいませ。この番組は文化放送地上波で毎週土曜日24時30分から音声でお届けし、超 A&G プラスでは毎週日曜日23時から動画で一部コーナーを変えてお届けしているので、どちらもお楽しみください。また放送後の月曜18時に内田雄馬オフィシャル YouTube に番組の音声アーカイブアップします。ぜひチェックしてください。さらにこの番組、番組公式 X ございます。放送終了後に僕の写真がアップされますので、こちらもフォローお願いします。最後に内田雄馬からのお知らせです。内田雄馬6ヶ月連続デジタルリリースが決定。第1弾ワンラブワン、第2弾デンジャー、第3弾ショットがそれぞれ配信中でございます。そして8月30日には第4弾としてジョイフルが配信となります。そして内田雄馬サードアルバム Y が2023年11月29日に発売。完全限定生産のフィフスアニバーサリーボックスはワンピースボックス仕様となっており、こちらには80ページの写真集、シングルポスター、ミニチュアカード ×12 集、ジャケ写ミニステッカー、
リリックカード ×10 周、さらに内田優真カード3枚の封入も決定いたしました。そして CDBD 版には初回製造分のミスリーブケース仕様となっており、ミニ写真集がつきます。通常版もありますよ。またデジタルシングル第4弾として配信されるジョイフルはアルバムのリード曲として収録もされます。そして現在出演している作品情報です。ルローニケンシン、明治剣客ロマンタン、篠森青志役、呪術廻戦伏黒めぐみ役、死神坊ちゃんとクロメイドオルター役、ミックス立花総一郎役、カードファイトヴァンガードウィルドレスシーズン3エバタトウヤ役、ちいかわラッコ役、映画マスターオブスキルフォーザグローリーの日本語吹き替え版にスームーチュー役などなどで出演しています。皆さんチェックの方よろしくお願いします。そして本日のステッカーと電車はこの人、グビさんです。おめでとうございます。さあというわけで本日の放送いかがでしたでしょうか。まあ、ライブがね一段落したななんて思って、いるところですけども、来週は兄様やってたり終わってたりする頃なんじゃないでしょうかという。そして10月もね目覚ましライブさん出演させていただいて、音楽にね触れる機会もね非常にあるというすごくありがたいね、タイミングだなっていう、ありがたいなというふうに感じております。引き続きね声優そしてアーティストの内田優真、頑張ってまいりますんで、どうぞ皆様よろしくお願いします。本当にキーピンステップイズ来てくださった皆様本当にありがとうございました。それでは今夜はこの辺でお別れです。ここまでのお相手は内田優真でした。次回もハードイド。内田優真ハートヒートホップ、この番組はキングレコードの提供でお送りしました。